どうも、うずです。久しぶりにカメラ全紹介っていうのをやります。今回はパナソニック編。皆さん忘れてるかもしれないんですけれども、改めて。私は普段キャノンのカメラでよく写真動画を撮ります。まあこれ間違いないです。ただ、私、パナソニックの GH5 も愛用してます。GH5 まだ愛用してます。一応、ルミックスユーザーなんです。そうなんですよ。最近ちょっとね、GH5 なかなかね、こう画面に出てきてなかったので、まあきっとパナソニックさんも忘れちゃってるんじゃないかなって感じなんですけど、はい、パナソニック使ってます。で、2022年には新機種の GH6 もレビューさせてもらったり、使わせてもらったんですが、パナソニックのルミックスカメラに関しては、いい印象をずっと持っております。まあ、ただパナソニックのカメラルミックスシリーズっていうとどうしても動画撮影に使うカメラ、特に YouTube やってる人がよく使うので、そういった印象が未だにね根強いんですけれども、使ってみると写真でもすごく性能が高い、いい写真が撮れる、いい色が出るっていうのも分かってる方が多いと思います、ユーザーに関してはね。はい、そんなパナソニックのカメラなんですけれども、今回の動画では現状を公式サイトに出ているカメラ、まあ、現行機種でないものもね載ってるんですけど、パナソニックの場合、そこの部分を短くまとめた形で案内動画ということでやってみたいと思います。で、パナソニックのデジタルカメラルミックスに関してはマイクロフォーサーズカメラの G シリーズとフルサイズセンサーを搭載している S シリーズというのがありますので、まあ、最初に G シリーズの話をさせていただいて、でその後に S シリーズの話を短くまとめたものでお送りいたします。はい、ではカメラ好きの方は引き続きお話の方をお楽しみください。はい、まずはルミックスの G シリーズ、最初に紹介するのは GH6 ですね。こちらからクリエイティビティの新次元へということで、この GH という名前がつくカメラはハイブリッド機ということで、静止画も動画もどっちもねいけるっていうカメラなんですけれども、この GH6 に関しては特に動画特化機と言っていいと思います。写真撮影において色もよく出て画質もいいカメラなんですが、どうしてもボディのサイズですね、動画を長く撮れるようにファンが中に内蔵されてるんですけれども、まあ、その影響でボディサイズが若干大きめ、そして分厚いんです。なので静止画も綺麗に撮れる動画に特化したカメラ、それがこの GH6 だと思っていただければ間違いないと思います。その中においてもルミックスの G シリーズの中ではハイグレードな機種となりますので、ボディ価格の方も30万円近くの金額になるカメラとなっております。で、GH6 を買う方に関しては、動画のメイン機として買われる方が多いと思いますので、そういった形で利用していただけるとよろしいかなと思います。まあ、特に公式サイトにもあるんですが、動画に関しては、進化したセンサーと映像エンジンによって、広い色域とマイクロフォーサーズでは最高のダイナミックレンジを実現してますので、そういったところで映像クリエイターの方にはやはり、評判がいいですよね。ね、このビーナスエンジンって言うんですけど、パナソニックは昔から、コンパクトデジタルカメラの時代からずっとこのビーナスエンジンって呼び方なんですが、共通して作っていて、まあ、長い年月をかけて進化させてきた映像エンジンになりますので、はい、こういったところもすごい魅力的なカメラとなっております。はい、次がこの GH5。GH5 は実際はもうね、販売ほとんどない状態なんですけれども、公式サイトではしっかりね、まだ載せてくれていて、私も現在まだ使ってる、このバージョン2になってるんですけども、まず使ってるカメラになります。2017年に発売されているんですが、もうね5年経つよね。今でも現役で使ってる方いらっしゃると思うんですけど、はい、素晴らしいマイクロフォーサーズ機になっております。ただこちらもね動画の方で使う方が多いんかなっていう印象なんですが、マイクロフォーサーズ機という使いやすいサイズ、レンズもねちっちゃいですからね、そのサイズ感でぼかしすぎない映像を撮りやすいカメラとして重宝しております。で、 4K 撮影においても30分縛りがないカメラになりますので、長時間撮影などを考えた場合は非常に役に立つカメラとなっております。ただ GH5 は発売してからずっとオートフォーカスの背景飛び問題が言われていて、長きにわたってファームウェアのアップデートを繰り返し、その都度オートフォーカスの性能を更新しましたっていうね言葉が書かれてるんですが、最終的には改善されなかったカメラになります。はい、そういったところも面白いカメラだなと思います。マニュアルフォーカスでね、ああすれば全然問題ないです。使い方によっては全然オートフォーカスの背景飛びは問題にならないかな。YouTuber の人はね、ちょっと使いにくいカメラですね。自撮りに関しては。GH5 に関しては、北村などで9万円台で、中古品ですね、販売がまだある感じなので、欲しいって方がいらっしゃったら、まだ買うことはできるカメラなのかな、ギリギリ。はい、で、商品のラインナップ、次、GH5 Mark II ですね、M2。
こちらは表現力ライブ配信というところを大きい文字で書かれてるんですけれども、特に動画のライブ機能が優れる形追加されたようなカメラとなっております。ベースとしては GH5 なんですけれども、まあ、ここにあるように 5G 対応端末などと連携し無線ライブ配信ができるカメラ、まあ、今の時代に合わせたカメラとして GH5 を分かりやすく進化させたカメラとなっております。まあ、こちらはヨドバシの価格を参考にして21万円ほどとなってましたので、ボディ価格が。まあ、GH5 も GH6 ほどではないんですが、やはり高性能カメラになりますので、お値段の方はそれなりに高いカメラになります。はい、あとは現在生産終了と出てるんですけれども、GH5S というカメラもありました。こちらのカメラは癖が強い GH5 なんですけれども、画素数を半分ほどに落とすことによって、高感度撮影を強くしているカメラ。ソニーの α7S 系のカメラと同じような考え方のカメラになります。でこのカメラに関しては特になんですけど、動画に使うカメラとなってたと思うんですが、あの本体の手ブレ補正を非搭載のカメラだったんですね。まあ、なので臨場感を出すためにブレ感を重視して撮影するときには手ブレ補正使わずでいいと思うんですが、滑らかな映像を撮りたいっていう場合は基本的にはもうジンバルを使って撮影するカメラ、それでいて室内や暗いところでの撮影が強いカメラなので、まあ、そういった撮影をするためのカメラとして尖ったカメラだったと思います。写真撮影する方がね GH5S を買うかって言ったらそれはまずなかったと思います。価格の方もボディ価格が25万円ほどとなりますので、まあ、一般的な動画や写真を撮るんだったら GH5M2 の方が割安で使いやすいカメラとなります。まあ、でも生産終了してるからね、もうこれをそんなこう狙って買うって方はほとんどいらっしゃらないんじゃないかなと思います。S の方はね。はい。で、次がちょっと変わり種のカメラで、これは受注生産しかしないはずなんですよ。なんかそんな風に書かれてた。カスタマイズ性に優れているルミックスの BGH1。これ私が勤めている会社では、配信スタジオに確かあったと思うんですけども、これかね、フルサイズの方が忘れちゃったんですけど、あったと思うんですけど、まあ本当にビジネス用途で使う方向けのカメラとなっております。まあ、形見たらわかるよね。一般的に使うカメラじゃないよね。まあ、ライブ配信で固定カメラとして使ったり、あとは映像制作にいろんなアタッチメント、ジンバルとかをつけて撮影するのに向いてるカメラになってまして、まあ、価格の方もボディだけで30万円を超えますので、まあ、ほんと使う方だけがこう選んで買うカメラになってますね。で、リグとかいろいろつけられるように穴の方がね、いろいろ開いてますので、拡張性は高いカメラとなってるんですよね。はい、この BGH1 の方はマイクロフォーサーズになります。はい。で、次は写真撮影寄りに作られている DC-G9、G9 Pro ですね。こちらも2018年の登場だったはずなので、そこそこもう年数は経ってるんですが、後継機は出てきてないですね。で、パナソニックルミックスシリーズの得意なデュアル IS2 ですね。手ブレ補正、ボディ内手ブレ補正とレンズで効果を上げるっていうものを装備してますので、写真撮影においてはかなり信用ができるカメラになってます。操作性においては GH シリーズとはまた違って写真撮影するのに向いてる操作系をしてますので、そのあたりがパナソニックのルミックスで写真撮影をしたいっていう方はこの G9 Pro すごく評判がいいカメラとなっておりました。まあでも価格の方がね、12万円ほどにボディ価格になってますので、かなり割安感は出てますね、今ね。もう年数経ってるからね。はい。で、G9 Pro の下、G99D というのが今売られております。でこのルミックス G99 に関しては G9 Pro の性能をねほぼそのままに小型化されたカメラということで、気軽に扱いやすいマイクロフォーサーズ写真撮影機と言えると思います。ただパナソニックのサイトを見て気になる方いらっしゃると思うんですよ。私もねこれすごい最初気になったんですけど、この赤文字のところ DCG99 G99D 10月下旬発売括弧 G99D となっております。これねちょっとパナソニックさんは消し忘れてんじゃないかなと思って、この G99 っていうのはもともとは2019年発売のカメラなんですけれども、昨年2022年の10月に海外仕様の G99、背面液晶モニターがちょっと違ったんですね、仕様が。それを合わせる形で G99D というのを2022年10月に発売しているんですけれども、年を明けて2023年、今でもこれ残しちゃってるんですよね、ここのこれちょっと誤解招くよね。何 ?G99D は2023年10月下旬発売?あれ、随分先の話だなって思っちゃう方いると思うんですけど、はい、パナソニックさん、この動画を見ていたら、これ早めに消してください。なんか、おかしいよね。私間違ってる?はい、この G99D は2022年10月に改めて発売したということで、先ほどお話した G9 Pro とあまり価格差がない状況ですね。今、ヨドバシのサイトを見て、ボディ価格が12万円ほどになってますので、これ微妙に悩むよね。G9 Pro にするか G99D にするか。
はい、で次がパナソニックのルミックスの中では一番売れ筋になってるんじゃないでしょうか。よく私がやってる BCN ランキングというので、パナソニックカメラの中ではやけに売れているこの G100、 あの Vlog カメラなんですね。気軽に自撮り撮影、あとは旅行の動画撮影なんかを行える小型カメラになってまして、このトライポッドって呼ばれるグリップですね、こちらのセットが非常に売れております。で、売れてる理由の最大ポイントとしては、そのレンズ、ボディのセット価格が安いというところ、トライポッド含めてもお買い得で買えると思います。まあ、あとはライバルのカメラとしてソニーの Vlog 機もすごく売れてるんですけれども、パナソニックのこの G100 に関してはそのソニーの売れ筋の Vlog 機よりレンズ、ボディがコンパクトになってますから、もうその旅カメラ、自撮りカメラ、そしてログですね、自分の行動記録を写すのに適したサイズ感になってますので、個人的にはね、 Vlog カメラとしては私はこっち好きですね。持ち運びしやすい、まあ、それでいて必要な機能はおおよそ取り揃えられてますので、はい、G100 はまあ売れてて納得のカメラですね。まあ、特にやっぱり価格ですね。はい、そしてこちらも在庫希少となってるんですけれども、生産も終えてるのかな。はい、生産終了ですね。 DCGX7 Mark III というのがありまして、形を見たら分かるようにスナップ撮影に向いているカメラになっていて、でファンの間ではあのこのカメラでモノクロショットを撮るのをすごい好まれている方もいるぐらいで、こだわりのデザインのカメラとなっております。まあ、ただこの手のカメラとしてはこのファインダーがチルトファインダーになっているのがすごい特徴的で、まあ、熱いファンがいらっしゃると思います。ただね、製品がもう生産終了ということで、あの紹介のところももう文字だけですね。写真も何もなくなっちゃってる、はい、っていう感じのカメラなんですが、まあ、一応ネットで確認したら8万から10万円ぐらいで扱ってるネットショップはまだありますね。欲しいって方はまだ買えるカメラではあります。まあ、おすすめかどうかはちょっと微妙だけどね、好きな方が買うカメラだね。はい、で G シリーズは残り2つなんですけど、まあ、こっちの説明だけ簡単にしちゃいます。まあ、同じようなカメラですからね。はい、GF10 ということで量販店なんかでも非常に置かれてるカメラだと思うんですが、まあ、女性が好むようなデザイン配色のカメラとなっておりまして、まあ、簡単に使えるマイクロフォーサー付きの入門カメラとしてはいいカメラとなっております。まあ、価格の方もダブルレンズキットと呼ばれるセットが6万円台から買える形になってますので、まあ、普段の撮影はスマホで十分だけれどもカメラを自分で持っときたいっていう方が押さえとくカメラとしてはいいんじゃないでしょうか。まあ、私の動画をよく見てくださっているカメラマニアの方にはまあ魅力的なカメラじゃないかもしれないんですが、そうね、レンズ交換式カメラを前持っときたいっていう方にはいいカメラだと思います。4K フォトとかね、ペットとかを撮るのにすごい役立つ機能も持ってますので、しっかり。はい、ここまでがパナソニックの G シリーズのお話だったんですけども、引き続き、フルサイズセンサーを搭載した S シリーズのお話に行きます。ではフルサイズの方のラインナップなんですけれども、まずフルサイズの方は S1 シリーズか S5 シリーズかの2つになります。基本的にで S1 シリーズはボディがかなり大きいんですけど、フルサイズカメラの中では、まあ、ただ中のその放熱性能とかいろいろ込み込みで優れてるカメラというのもありまして、 S1 シリーズもすごく人気があります。その好きな人にはね。で、大きい S1 に対してサイズの方をコンパクトにした S5 シリーズというのが後から出てきておりまして、まあ、実際この S5 シリーズで他のメーカーのフルサイズ機と同じようなサイズ感になるかな、はい、というカメラになってます。で、 S1 シリーズに関しては1の数字の後に何もないもの、これがベースとなるハイブリッドカメラ、写真も動画もバランスよく撮れるカメラとなっていて、 R の方が高画素機、画素の方が4730万画素となってますが、画素を優先したカメラとなってます。で、 S1H というのもあるんですが、こちらは動画特化型、 S1 と S1R が三軸のチルト式モニターになってたところ、 S1H に関してはチルトフリーアングルモニターというものになっております。そういったところからも動画で使うのに適しているカメラだなっていうのは伺えるんですが、まあこういうことですね。最近のソニーさんも似たようなね、形をやりましたけれども、あのチルトとフリーアングルを合わせたようなデザインのカメラとなっております。まあ S1 シリーズのカメラはどれもね、お値段の方がかなり高額なので、まあ一般的に売れるカメラかというとそうでもないんですが、映像関係とかで好きな方は手にしている方何人かね、お見受けしましたので、はい、そういったマニア心をくすぐるカメラとなっております。で、パナソニックのフルサイズ機では主流になるんだろうと思われるのが、この S5 の S5 Mark II、M2 ですね。こちらは今動画を撮ってる時点ではまだ予約商品となってまして、2023年2月に登場するカメラとなってます。
はい、なかなかね、かっこいいデザインをしてる、ごっついね、性能を持ったカメラなんですけれども、2種類ですね、5.2 と 5.2X とありまして、もうすでに試しに触れられた方は評価の方を高くされているカメラとなっております。で、特に今回の S5M2 に関しては、今までパナソニックがこだわり続けてやってきたコントラストオートフォーカスのみのカメラだったところを、ようやく、まあ、ようやくって言っていいよね、ようやくパナソニックが納得できる画質を、増面位操作を入れて作れたということで、はい、こちら、ついに増面位操作オートフォーカスを生かした撮影ができるカメラとなりました。もう散々言われてましたからね、あのコントラストオートフォーカスだけで画質優先って、それ言ってるのはパナソニックだけだよって、パナソニックの人だけだよって話ね。あのユーザーはオートフォーカスの精度を上げる増面位操作の方を優先してくれっていう風にね、思ってたり言ってたりする人多かったんですけど、まあその辺でパナソニックが納得できたからなのか、まあようやく増面位操作オートフォーカスを入れてきたルミックスが登場したという形になります。ここからね、だから中には GH6 の時点で入れてほしかったっていう声も多く上がってますよね。まあまあ間に合わなかったんでしょうね。で、S5M2 に関しては、その X がつくものとの比較表なども公式サイトに出てるんですけれども、基本的には X がつく方は、動画露出力や Apple ProRes 422HQ の外部 SSD 記録にも対応ということになってますので、まあ、よりプロフェッショナルな方が使われるのに適しているカメラとなりますね。一般で考えるとね、ここまでいらないので。はい、ってな感じで、これですね、BS1H っていうのが先ほどマイクロフォーサスで案内した、またカスタム性に優れてるカメラなんですけど、まあ、これちょっと省略しましょう。フルサイズ機の方でもありますっていう話ですね。はい、ということでパナソニックのカメラいかがだったでしょうか。あの基本のその流れとか名前の付け方に関してはソニーのカメラと被ってる部分もあるパナソニックなんですが、 S1 シリーズのような大きくて性能にこだわったカメラ、あとはマイクロフォーサーズ機の新型を出してきてるところなど、ソニーのアルファとは違った魅力を持ってるルミックス、このあたりはね、好みになりますけれども、パナソニック自身の考え方で面白いカメラを次々と出してくれております。まあ、ルミックスもね、今ではファンコミュニティも結構確立されてきていて、マークさんですね。マークさんなんかもいろいろこう、中の人とライブ動画をやったりして盛り上げておりますが、いい感じで楽しめてるんじゃないでしょうか。まあ、ただね、そのルミックスに関しては内輪で盛り上がってるだけっていう話も出ちゃうので、まあ、そのあたりは、パナソニック自身がね、ちょっといろいろとこう露出していかなきゃいけないところがあるんじゃないかなと思いますけれども、まあ今私で言うと動画を撮るカメラってやっぱりメインで使いたいので、選択肢としては今後ねカメラ切り替えるということがあった場合、ソニーにするのかパナソニックにするのか富士フイルムにするのかっていう選択肢が出てきますが、はい、皆様は2023年1月時点ではどのメーカーのカメラに期待興味を大きく持てますでしょうか。そのあたりもコメントのところでぜひいただければと思います。今回ちょっとパナソニックのね話をしましたけれども、まあ、他のメーカーでも全然これ個人のね勝手なお話動画なんで構いませんので、コメントのとこにパナソニックなんか使えねえよっていうコメントとか、俺はここのメーカー最高だなっていうようなコメントいろいろいただけると面白いと思います。よろしくお願いします。普段からカメラの話、あとはゲームが大好きなのでゲーム関連の話をよく取り上げる YouTube チャンネルになってます。趣味興味がある方はぜひ高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。ですね、最近私 GH5 を使えてない理由が、バッテリー、そして充電器、セットで、どっかなくしちゃったんですよ。まあ、おそらくね、足利の自宅に忘れてきたと思うんですけど、妻にこの間 LINE で確認してもらったら、そんなのないよって言われて、どこ探しても。あれってね、なって、アパートにもない、自宅にもない。どこ行っちゃったんだろう。あの、本体充電が GH5 はできないので、充電器がないと、使えないんですよ。どうしよう、充電器買うか。